ップ出まして、向かい方、公衆便所、そのグラウンドの隣にボクシーというホテルがあります。そちらの使い方がいただきます。それから、舞台に向かいまして、左手、通路奥のところ、近藤橋会館の下にもございますね。2カ所、公衆トイレの周辺で使っていいトイレのマップがでございますので、どうぞそちらをご参加いただければと思います。あと、舞台に向かいまして、左側、そちらにあの自転車、ございまして昨日売り切ってしまいました。で、昨年のデザインの在庫を新しく印刷したものを受付で販売しております。そちらでよければお受けくださいませ。受付の方では、お寄付いただいております。うちは100名以上の寄付で、うちは1個お寄付させていただいています。あとポスターの方も購入もございましたので、ポスターの方も100円のご寄付でいただければと思います。あと舞台の向かいまして、右側の方ですね、有料観覧席がありまして、まだ多分お席に余裕があると思います。受付、ちょっと手振ってください。受付さん、はい、あちらの方で、3000円でリストバンドで1回で観覧いただきますので、よろしくお願いします。あと今日は昼間から大変気温が上がっております。お酒もよろしいんでございますが、どうぞ同じようにお水の方もしっかり飲んで、熱中症対策をいただきたいと思います。私も若干熱中症気味でございます。体調に気をつけて最後まで楽しく踊っていただきたいと思います。さて、ここからはまた温度でございます。よろしくお願いいたします。お待たせいたしました。多分さつきが一番歌詞といえばこれが聞きたいという声でいっぱいだったと思います。お待たせいたしました。さつきや一番歌の登場でございますが、まだ大丈夫です。物販さん、 CD の方はまだあるのでしょうか。 CD はこれからやります。お待たせいたしました。サツキヤ一番の登場でございます。サツキヤと一番といえばこのネタでございます。サチコでございます。では師匠よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。ご紹介いただきましたサチコのサツキヤ一番でございます。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。2020東京五輪温度に続きまして、ちょっと暗い幸子ですけども頑張らさせていただきますので、どうぞ皆さん年に一度の錦糸町の盆踊りでございます。どうぞご結婚の盆踊りでございます。どうぞ皆さん踊ってください。よろしくお願いします。Yeah.
写真。